どうも、ウェルカムプランツこと翔平です。本題へ行く前に皆さんに本日の一生のお願いがございます。画面下にあります高評価ボタンを押していただきたいです。押していただきましたらまたまた嬉しいお知らせを発表したいなと思います。それでは行きます。3、2、1、ポチッ。嬉しいお知らせ、それはですね、前回の動画でお知らせいたしました、このハデハツ動画を投稿してすぐに通販サイトで注文がいくつかありまして、その後も店頭でもいくつか売れたりして、なんなら撮影している今日もね、常連さんが購入されたんですけども、いっぱいあったんですけど、残念ながらというか嬉しいことにというか、今在庫がこんだけになっちゃいました。在庫が切れているものも今生産中ですし、ピンクとか白とか前回作れなかった色も現状ね作ってるんですけども、めちゃくちゃ時間がかかるので、できれば1週間以内には再生産してまた通販サイト店頭にも並べたいなと思います。また生産ができましたらインスタ、YouTube の投稿でお知らせをしたいなと思います。そしてここからが本題です。今回は関東に行ったらぜひ行ってみたいなと思っていたお店の一つ、島村園芸さんに行ってきたというお話です。もうなんだかんだ2ヶ月近く前になっちゃうんですけど、伊豆シャボテン公園、ディズニーランド、マボさんち行った関東旅行編の最終編ですね。旅行3日目最終日に千葉のマボさんのところにお邪魔して、そのまま北上して東京を突っ切って埼玉の島村園芸に行ったんですけども、まあ、なんでまた埼玉に行ったかっていうと、僕の神さんがね、知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、クレーンゲーム卿で、とにかくクレーンゲームが好きで、埼玉に宇宙一のクレーンゲーム機を誇る、とってき屋っていうお店があるらしくて、関東に旅行に行くってなった時に、どうしてもそこに寄りたいと。まあ、クレーンゲームにね、そこまで興味ない人間からすると、わざわざ埼玉まで行きたいのかと。だってクレーンゲームの機械一緒じゃないですか。で、景品が、いや、景品も一緒だよ。まあね、しょうがないですよ。僕らも、アガベ好きで、埼玉のお店行きたいって、文句言われないように、埼玉までクレーンゲームに行きたいって言ったら、はいって言うしかないんですよ。で、とってき屋っていうところに、神さんと上の子を行って、僕は下のチビを連れて、下のチビを連れていくっていうのが、まあ、条件だったんで、こんな感じで抱っこひもをしながらの撮影なんで、まあまあね、撮りたいところ撮れなかったり、まあ、ピントが合わなかったり、めちゃくちゃ言い訳なんですけども、チビを抱えながら撮影っていう形で、それではどうぞ。インスタと SNS でずーっと見ていた島村園芸初潜入です。まずお出迎えしてくれたのはセンペルビーム、エケベリアなどの多肉ちゃん。そしてね、ここ皆さん気づいてますかね、入り口左にもこそっとアガベが隠れておりました。入り口屋外、これはねオバティフォリアです。でかいっすね、やっぱオバティでけえ。こうやって見ても花とかより完全に多肉とかそっち系がメインのお店っていうのが分かりますね。いざ中へ潜入です。開墾植物ですね。申し訳ないんですけど、僕には全部一緒に見えます。まだ興味がないので。出ました、アガベ、オテロイ、パープソラム、隣はねレッドキャット。何回も言ってるんですけど、僕はチタノタの中でレッドキャットが一番好きです。好みです。かっこいいです。見ての通りもう時間が時間ですよね。日が沈みかけてる。結構閉店ギリギリでした。あぶねー。
レジ前には BB です。ベーベーがありました。全部ね、ボール型でいい感じ。4キュッパなんで、今思うとね、買えばよかったかななんて。ホワイトファイヤーとか、未発根っぽいものもあったり、これは、教師夕映え。いい感じ。下の田の中でかなり普及種なんだけど、夕映えもいいですよね。先ほどの開根の下ですね、こちらに地植え系のコナエがありました。フェロックス、ベルシャフェルティ、いろいろあったんですけど、なんつってもね、780円、めっちゃ安い。いっぱいありましたけど、まあ、予想はしていたんですが、ここは地植え系アガベというよりは下の田がメインなのかな。こちらもね、下の田ブルー、これからに期待の株ですよね。780円、安い。ブルーとはいえ780円、安いです。ハウスの壁にはパシラーサボテン。鬼面閣かっこいいよね。鬼面閣昔から好き。ザ・サボテン。この辺はね、女性視聴者さんが多分喜んでくださるんじゃないかなっていう。エケベリアとかいろいろあったり、この辺はパキポディウムですかね。ごめんなさい、ちょっとわかんないです。この辺本当にわかんない。わかんない植物のところは黙ります。これは下の田キャメロンブルー、でっかいアガベありました。このサボテンコーナーの奥ですね、棚と棚の間の下にもアガベ。これね、多分常連さんでもここにアガベあるの知ってる人少ないんじゃないかなって勝手に思ってます。ここにはビカクシダとかもありますね。こっち系好きな人も多いですよね。僕はビカクシダ一株やって失敗したんで、ちょっともう手は出さないかな。真ん中にありましたのは高級チタノタゾーン。金セミ聞いたことないですね。まだね、チタノタ全然わからないんで、これザーシーかな。ハデスでした。違った。28万。28万あったら何買おうかな。何買う？原付買えるんじゃね？余裕で。その下にもね、まだまだ高級チタノタがいっぱいありました。この大きさで2万とか。まだチタノタの良さ理解できていない僕にとっては、おーって思いますね。まあ、良さが理解できても、うん十万のアガベっていうこと自体がなかなか惹かれないというか、もうお手上げですね。ライムストリークがあったり、ファイヤーボールがあったり、結構この辺も地植え系がありますね。4キュッパのホリダが安く感じる。この辺はまだ発根していないのかな。お手頃価格だったけどかなり小さいというね。イタリアメリクロン発根済み16,000円。おお。やっぱね、いいものは高いです。高いものはいいですってことはないけど、いいものは高いです。
水ゴケで発根中かな、発根管理中って書いてありますね。奥の方はかっこいい、下の他初心者の僕でもね、あこれかっこいい、かっこいいって思えるぐらいのものばっかり。この手前のちっちゃいのですら僕は手が出せないぐらい高かったです。参考までにこちらのザーシー8000円じゃなく18000円、おお、この透明なタグもかっこいいけどね。すごいですね、群生っていうかバシャバシャバシャってなってる石化ってやつ、どれが本体どれが親わかんない。イシスとかね、スーパークラウンとか、まあ、地植えは難しいんだけど、いわゆる屋外で育てるアガベもありました。とにかくね、めっちゃ株があります。下の田1000株ぐらいあるんじゃない。だってこのトレイだけでもね24とかでしょ、4×3×5、 これは15か。姫源流があって、姫源流いいよね、姫源流いいっす、ムチムチで育てやすいし、でもレッドキャットが一番よ。これブルーなかなかかっこいい、1480円でね、このトレイの中に、お、かっこいいブルーあるじゃん、いいねこれ、かっけえじゃんこのブルー、14800円、おおっとっと、ゼロ1個多い、え、ブルーじゃねえ、シーザーでした、あぶねえ。スナグルトゥース欲しいといえば欲しいけど、まだやっぱ僕が欲しい価格帯ではないですね。メリクロンがもっと出てくれないかな。これはね、僕の大好きなレッドキャット、7年後ですよ、すごっ。こんな大きいレッドキャットもなかなか見えないですね。オルカがありました。オルカ様もあって、この辺またスナグルトゥースとか、これかっこいいよね、なんかムチッとして読めませんけど、漢字読めませんけど、手前のね、こちら白ゲーだったと思うんですけど、これもかっこいい。カメラのねコマース割りがちょっと悪くてね、点滅してるように見えるけど、これ実際は点滅してません。これ島村園芸さん2階ですね、2階帰りなんですよ。帰りっていうのも、これ上がる直前ぐらいに録画ボタンを押したつもりだったんですけど、どっかのトシヤさんと一緒で停止を押して撮ってるつもりで見てたんですよね。残念ながら2回はちょっとサクッと終わっちゃいました。8とかも撮ったんだけどね、それもねトシヤさんと一緒で失敗しました。これいいね、アイアンの棚、もう LED がねすぐにセットできる状態、ワンオフなのかなと思ったら、こういうね製品があるみたいですね、箱があったんで、かっこいいね。さあ屋外にもまた出てみましょう。これは店舗のね入り口の反対側ですね。花とかがあるんですが、その奥に、おーおーおお、ロストとかヤシとか、奥の方にねダシリリオンじゃないかな、左の方に見えます。実はドライガーデン系な地植えのものも結構ありました。ただやっぱねこっち側に置くしかないですよね、そのお店の構造上、だいぶ裏ですね。あとこっちのハウスも何があるんだろう、すごい気になるバックヤードですよね。せっかく埼玉まで来たし、まあ、あとね6時間ぐらいいたかったんですけども、嫁がねクレーンゲームをやりながら待ってるんで、大慌てて帰ります。
レジ横にウェルカムプランツのステッカー貼らせていただきました。島村園芸さん行かれた際はぜひ見てください。そしてマボさんのステッカーも見っけ。全然関係ないんですけどね、駐車場からこれ富士山ですよね。富士山見えました。いいね。というわけで聖地島村園芸に行ってきたでした。予想はしていたんですけども、この店舗は地上のアガベというよりかは下の田がメインなのかなっていう感じ。やっぱり下の田オテロイのわりかし高級な品種に重きを置いている感じで、今僕下の田の魅力がようやく分かってきつつあって、下の田の熱がなかったらちょっと買えるものがないかなっていう、まあ、というのもね、地植えでもう買うものがないんですよ。ほとんど地植え系でもう品種持っちゃってるんで、まあ、それもあって最近下の田に手を出してるっていうのもあるんですけども、ただ下の田が好きな人にとってはまあ魅力的な店すごかったです。僕でもあこれ高いやつ、あこれいいやつっていうのがいっぱいありましたし、実際に僕が購入した戦利品紹介なんですけども、やっぱりいいって感じで下の田になりました。これね、ムーンアイズのラッドフィンクのキャンプファイヤーマグだったかな、マグカップに穴開けて入れてます。入れてるのはこれね、下の田オアハカのメリクロン。どういうことなんでしょうね、ちょっと店員さんに聞きそびれちゃって、オアハカで取れた多分かっこいいやつのクローンだと思うんですよ。組織培養だと思うんですけど、つまりまだ名前がないのかな。パッと見ね、シーザーみたいな、フィリグリーのような、まあ、両方足したような、これを見た時にこいつは連れて帰ろうと思ったんです。なかなかいい挙手してません？かっこいいでしょ。こちらはね7700円。おー、地植えで7700円だったらね、まあまあ大きいの買えるんじゃないかなと思いつつ、これはかっこよかったんでゲットして、この次に買いましたのがこれですね。そうそう、ディズニーのお土産で買ったこのトマトスープ、これのマグカップに穴開けて入れました。せっかくね関東のお土産だったんで、関東で手に入れたアガベを入れたいなと思ってたんで、で購入したのは教師夕映え、夕映え原理ですね。よくよく見ると符があるようなないような、まあ季節符みたいなもんですよね、成長符っていうのかな。これがね驚きのね9900円。いやー、ついに下の田ここまで出しました。ギリ1万円しなかったんで、まあなんとか僕の中ではセーフと思ってます。夕映えって考えると少しするような気もしたけど、せっかく埼玉島村園芸さんまで足を運んだので、がっつりと手土産にしようと思っていくつか買うっていうよりも、自分の中ではお高めを2つ買って、もうね20何万のもあったし、これぐらいで2万のもあったんで、ちょっとこっちも感覚バグっちゃって9900円、へえーと思ったんですけど、帰ってきてからするの買っちまったなっていう。でもかっこいいんですよ。沼にはまりそうで怖いです。とにかくね、島村園芸さん、アガベ好き、チサノタ好き、あと多肉好きもですね、絶対に行った方がいいです。で、本当は同じ埼玉まで行ったんで、加藤園芸さんも行ってみたかったんですけども、完全予約制なんで、もう正直旅行でどのタイミングで店にお邪魔できるかわからない。実際に島村園芸さんも思った時間よりも遅く着いちゃったんですね。もう夕暮れだったじゃないですか、映像でも。なかなかね、予約制のお店にスムーズに行けない。それこそ、ジョイホンも大きいところ行けなかったんで、またいつか年内に行けるかわからないんですけども、関東制覇したいなと思っております。ちょっと話変わるんですけども、島村園芸さんに行った時にどうも YouTube の視聴者さんがいたらしくて、その場では気づかれなかったのかな、声はちょっとかけていただかなかったんですけど、後日コメントで当時島村園芸で見かけましたって言われて、さらにドライガーデンメタルサインの購入もしていただきました、まあ、まさかね愛知県の僕が埼玉の島村園芸にいるなんて
って思ったとは思うんですけども、どこかで今後僕を見かけたらもうじゃんじゃんガンガンお声掛けください。喜びます、尻尾振って喜びますので、この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ウェルカムでした。